2017-18 シーズンの V プレミアリーグ男子サードレグ、これからお届けするのは堺ブレイザーズと JT サンダーズの一戦です。ファーストレグ、セカンドレグの対戦はいずれも JT が勝利を収めている中で迎えたサードレグでの対戦です。帰ったエドガーを使う、1枚問題なく抜きました。吉岡のサーブ、ここも松本、ただ読んでいました。帰ってきてもう一回酒井、高野ライトからでしたがブロック当てて JT、 江戸が オレスブロック、小野寺君ですね。小野寺です。サーブ、ウォレス、山本ブロック、佐川と内藤の2枚で止めました酒井。吉岡のサーブ、ウォレス、超インナーを狙ったんだと思いますが、超、ね、はい、えませんでした。エドガーのサーブ、ネットイン、地磁気、エドガーが拾って打ってきて決めた。吉岡のトスを決めましたエドガー。第1セットは JT サンダーズが取りました。山本入る、フェイント上げた、どっち、うん、勝ったのは酒井、内藤の勝ち。入っている、山本翔平、ノータッチエース、きっちり帰る、しっかり一つで切ってきました、うん、これはいい攻撃でしたね。ファーブレシーブも非常に良かった。切り替えたいのは酒井、江戸が セットポイント、 JT 拾った高野、もう一回深いところ決めてきました、クロスで決めました。エドガー止まらない。セットカウント、これで JT が2対0とリード。ウォレス押し込む、小野寺が上げた、エドガーブロック、1枚、安永です。ウォレス強烈リバウンド、井上渡からもう一回江戸川に送る、ブロック、ここで止めました、江戸川を止めました。竹本の手が残っていました。3連続ポイント、ウォレスのサーブ続く、これも強烈、ただ帰って江戸がちょっと流れた、ウォレスが上げた、ジジキ追いつきました。ここで1点ですね、酒井はなんとか1点ですね。お、江戸がタイミングあったんですけどね、マッチポイント JT。 竹本のサーブ、どこだ、エドガー、最後はエドガー。 JT サンダーズが堺ブレイザーズにストレート勝ち。ホームゲームだった堺ブレイザーズ、痛いストレート負けです。相手のホームチームの場所だったんで、やっぱり勢いがすごかったですし、この苦しい試合だったんですけど、何度か勝ち切れてよかったです。やっぱりその JT の中で、やっぱりその僕のポジションをしっかり確立したいと思うので、やっぱりそのミドルでは小野寺って言われるように頑張っていきたいと思います。